たった4歳でバイオハザードを全てクリア3ヶ月で英語をマスター世界の人口は現在お,およそ75億人この日本に5億人に1人の人物がいるとしたら世界にたった15人しか存在しない超絶的天才がいるとしたら 美人脳科学者、医学博士、認知科学者として有名な中野信子さんが会員であるメンサの会場で彼に初めて出会ったのが彼がまだ高校生の頃だという中野さんは8年前にジャパンメンサの集会に参加したがこの時に当時16歳の少年が最年少合格したのだった彼の IQ はなんと188とされた それが太田さんであった。しかし彼は今はメンサにはいないという彼は今はメンサよりもはるかに高いレベルのこの地球上で最高の頭脳 IQ を持つ者だけが入会できる世界最高のクラブの会員になっているというメンサメンサは IQ132 以上の人だけが入会できるがそのクラブはさらにレベルが高く 人類のほんの一握りしか入会できない IQ の割合 IQ の分布は一般人レベルの100を中心として山形を描く180になると2000万人に1人でダ・ヴィンチあたりがこのくらいだという188になるともはや5億人に1人となる 知能指数がかなり高い人の中には、本を読んだり、その人の発言を聞いて、頭の良さや、おおよその知能指数が、分かる人がいるという。太田さんは、パスカルのパンセが愛読書の24歳。考え方がかなり面白く、天才と言われる人に共通の、奇人変人的魅力にあふれた人物だった。IQ が高いと思う芸能人については、 松本しさんやローラなどの名前を挙げていた彼は幼い頃より世の中の美しいと思える形にはある比率があることに気がついていたというそれこそが黄金比と呼ばれる数学的比率であった誰にも習ったことのないピアノが弾け16歳の時には独学で交響曲を作曲 楽曲を聴いた武蔵野音楽大学の野崎幸男教授はモーツァルトとバッハの印象を強く感じたと話す彼が16歳の時に片手間で描いた絵画作品を専門家の永江隆太郎さんは30万円と鑑定中野信子さんの希望で太田さんの脳をメディカルチェックであらゆる角度から調べたところ空間認知能力が 非常に優れていいるという結果が出たよく似た脳の構造をしていた歴史上の人物はアインシュタインだという中野さんの希望でさらに詳しく調べることが約束された彼は高校卒業であるため就職にはとても不利だという両親が知能指数のことをよく分かっていなかったと後悔していたがアメリカで就職活動した時にはで君は どこの大学を出ているのかねと質問され、事実上、門前払いされたという、日本以上の学歴社会だったわけだ。現在、地方の国立大学を受験するべく、勉強中だというが、え、東大じゃないのという会場の声には、学力が追いついていない。とのこと。中野信子さんは、記憶学習がいいからといって、 それは頭がいいということとは違うときっぱり IQ と記憶学習を混同しがちだが実はアインシュタインも落第性だった IQ188 の価値は余人が推測できるようなものでもない動画制作者は奇人変人が昔から好きなのだが歴史上の中では20世紀最高の天才と言われるビィトゲンシュタインが最も気に入っている 個人的には日本の中枢における活躍をしてほしく国としての支援体制を望むのだが例えば彼なら完璧な防御バリアなどを開発できると思うしそれこそ夢のような技術の開発が可能だろうと確信しているのだがご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうチャンネル登録し